皆さんこんばんは。本日はグローブの紹介をしたと思います。はい、どうも、ハッシュチャンネルです。本日2022年4月の14日、本日をもちましてこの走り追いチャンネルウィズゴリスポの初顔出しから6年が経ちました。 YouTube に動画を初めて上げたのは自分が中学2年生の頃なので2009年に当たるんですけど、このチャンネルで初めて動画を上げたのが2010年の7月27日が初めてだったので、ちゃんとこう顔出しをして話し始めたのは6年前の2016年4月14日となります。最初は一人で始めた YouTube だったんですが、途中でゴリスポが加入し、というか合併し、走り追いチャンネル with ゴリスポになりまして、現在、ここまでこのメインチャンネルで上がっている動画本数、この動画が2494本目、そしてサブチャンネルで224本がアップされております。その中の1本でも動画を見てくれた方、皆さんのおかげでここまでチャンネルが続いているんじゃないかなと思っております。そして今日は、初顔出しから6周年ということなので、一つ皆様に発表がありますので、そちらを撮影していこうかなというふうに思います。本日よろしくお願いします。というわけで本題なんですけど、この6周年ということなんで何かしたいなということで前々から考えておりまして、結構声の多かったことなんですけど、自分らが監修しております GS グローブ始めて今1年と4ヶ月5ヶ月ぐらいと思うんですけど、もっともっと大きくしていきたいということで、なんと軟式グラブの制作が決定しました。今日完成じゃなくて制作始まってはいるんですけど、ちょっとまだ物はできてなくてですね、まあ、夏休みですねに販売が開始となります。やはり公式グローブをメインでやっていて、どちらかというと、まあ、軟式グローブは、まあ、公式の次というか、まあ、メインは公式っていうのは変わらないんですけど、やはり中学生も見てくれていますし、小学生ももちろん見てくれているので、やはり中学軟式の部活で使いたいという声が多くてですね、やっぱり公式用で4万5千円とかしちゃうと、なかなかこう中学の部活で使うのは難しいと、金額的にもっていうので、ちょっと金額を下げて軟式用に革もちょっと変えて芯も変えて制作することが決まって、もう制作始まってるんですけど、それがこの6周年記念ということで軟式シリーズを始めさせていただきます。まあ、数は公式よりも少なくなってしまうんですが、形は公式と一緒の形を使っております。スタートは内足の当てはさみと、前回紹介した鬼サード型と外足のがっちり、この3つがですね第1弾ということで軟式シリーズ制作が始まっておりますので、ぜひ軟式の部活をやってる方、もしくは草野球をやってる方で、ちょっと柔らかめの軟式用グローブがずっと待ってたっていう方はですね、いい報告になってるんじゃないかなというふうに思います。でちょっと工夫もしまして、鬼サード型はバスケットにして、レースをドイツカラーにしてるんで、その部活でショートサードピッチャーやる子とか、ショートとピッチャー、サードとピッチャーとかやる子も、そのままこうピッチャー用に変えずというか、一つのグローブで全部いけるようにルール上なってますので、ちょっとその辺の工夫もやっております。というわけで、まあ、軟式シリーズが始まるっていうのはですね、皆さん楽しみにしててください。でちょっと今日は6周年ということなんで、これまでのことを振り返りたいなっていうんで、ちょっと喋っていこうかなというふうに思います。ただ、まあ、YouTube を始めたきっかけとかって意外と何回か動画で喋ってるので、ちょっとその辺は飛ばしまして、この6年間でどんなことがあったかっていうのを簡単に話していきたいなというふうに思います。やっぱり自分の中での一番の転機というか、この YouTube 生活において一番大きかったのは、前の会社員をやってる時にその会社を辞めて、この動画制作にシフトチェンジしたことですね。そこがやはり一番のターニングポイントでした。やっぱり会社に行きながら、まあ、月火水木金って会社に行って、その中で毎日投稿っていうのやってたんですけど、もう体が本当に限界で、まあ、睡眠時間とか全部削って、仕事から帰ってきて8時から撮影とか、そっから編集っていうのを毎日やってて、でもう限界だなって時に、そこでゴリスポ加入してなんとか繋がってみたいな、そんな感じの YouTube 生活だったんですけど、あ、もうこれは体力的に無理だなって思って、やっぱ野球関係の仕事がしたいっていうのはずっと前から思ってたんで、なんなら高校生の時から思ってたんで、で YouTube を頑張ろうっていうので前の会社を22の時に辞めました。でそこから今26なんですけど、4年間動画制作で野球関係の仕事をやらせてもらってるんですけど、正直めちゃくちゃ頭を使うっていうのはもう毎日頭を使ってますね。っていうのと、体力的にやっぱり年齢を重ねると落ちていくので、昔みたいにこう毎日2時に寝て7時に起きてっていうのはもうずっとできないんですよ。そこはもうしょうがないんですけど、ただその代わり効率を上げる方法とかいろいろ考えて勉強して今ここまで来てるっていうのはあるので、まああの時
こう YouTube 頑張ろうって言って前の会社を辞めてチェンジしたのは個人的には正解だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。やっぱり若いうちにチャレンジしておかないと、30歳を超えてからなかなかチェンジって35とか超えてから難しいと思うんで、まあ、あの時の22の時に自分はこう一歩踏み出せたのは大きかったんじゃないかなって今でも思ってます。基本的に辛いことばっかなんですけど、その時その時に楽しいこともあるので、まあ、今の生活も楽しめてるんじゃないかなって自分は思っております。そしてこれからどうしていくかっていうのはですね、やっぱり目標でもある10万人っていうのは達成したい、いや達成しなくてはいけない数字ではあるんですけど、まあ、やっぱりそこだけではなくて、やっぱりうちのチャンネルの強さでもある視聴者さんとの距離感、いろんな交流イベントとか、例えば GS のグローブとかもこう片付けをして販売するサービスだったりとか、結構距離感を大事にしてて、まあ、ここは変えたくないなっていうのはもうずっと思ってます。ただやっぱり仕事としてやってる以上稼いでいかないと食っていけなくなってしまうので、もしこの動画を見てる方はですね、これから一本でも多く動画を見てほしいなっていうのは本当に正直な気持ちでして、本当にやっぱ見てもらわないとこの仕事はやっていけないんで、それは本当に皆さんへのお願いというか、見てほしいなっていうのはあります。まあ、あと将来的な目標でいくと、まあ、野球関係の仕事っていうのは続けていきたいので、まあ、YouTube はもちろん行けるとこまで戦い行くんですけど、まあ、もし限界来たらまたシフトチェンジしても野球関係の仕事はつきたいなって個人的には思ってます。やっぱり野球をしてる時とか、少年たちの野球を見てる時、もう教えてる時、交流してる時って本当に楽しいっていうのは間違いないので、まあ、これからも野球関係の仕事っていうのは続けていきたいんですけど、まあ、まず YouTube で行けるとこまで戦いたいなっていうふうに思っております。というわけで、本日は YouTube 顔出し6周年ということで、 GS7 式の発表とこれまでのちょっとした振り返りと、これからの目標みたいなやつをお話しさせていただきました。まあ、本当にたくさんの人に誘えられてこのチャンネルできてますので、これからもぜひ皆さん1日1本見てくださいとは言わないんで、こう2分でも3分でも覗いてほしいなって思ってますので、引き続き皆様よろしくお願いします。そんな感じでまたこれからも明日からも毎日投稿は続けていきますので、チェックのよろしくお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。ゆうりよっしょ。というわけで4月のプレゼント企画がこちら、モンタナスポーツで購入した Z 複数入れグラブケースとフォーチュンフィールドのグラブオイルセットを1名様にプレゼントします。条件は毎月同様チャンネル登録&4月の動画にコメントで応募完了ですので、ぜひよろしくお願いします。